はい、本日は富田勝選手、こちらの映像はプロ入り12年目、1980年日本ハム時代、ロッテ変則サウスポー安木昌治投手からね、見事ライトスタンドへホームランを打った時の映像でございます。このね、ホームランを打ってね、大出迎えのシーンはね、ちょっと昭和チックなね、懐かしいところでございます。この富田選手は大阪出身で、高校は興國高校なんですが、富田選手がですね、卒業した3年後にね、初出場でね、初優勝ね、してるんですよね。そして高校卒業後は法政大学へ進学。法政大学時代はこちらのね、お写真の田淵浩一選手、山本浩二選手と並びまして、法政サンバガラスということでね、3回をね、優勝してましてね、4年の時は大学全日本選手権でもね、優勝してね、日本一にもね、輝いているわけでね、このなんですか、トラックの上にね、でのね、パレードというのもね、なかなかね、時代をね、感じますよね。そしてね、富田選手、大学時代は67試合で75安打、3割2厘、8本塁打のね、成績を残されております。そして迎えました1968年ドラフト会議、法政サンバガラス、山本浩二、田淵浩一選手とともにね、富田勝選手は南海ホークスへ1位指名されたわけでね、この年のね、このドラフトはね、まさに外れなしのね、神ドラフトと言ってもいいようにね、なかなかね、後にね、大活躍されたね、選手がたくさんいるわけなんですよね。この頃はなんていうんですかね、巨人入りをね、希望する選手っていうのはね、結構ね、いたわけでね、こちらの田淵浩一選手もね、ジャイアンツ希望だったわけですが、阪神タイガース指名で、ね、結構ね、時間かかったわけですかね。最終的に阪神へね、入団してね、まあ活躍されたじゃないですか。そしてですね、こちら、星野仙一投手もですね、巨人熱望だったわけでね、巨人が島野選手を指名してね、島と星を間違えたんじゃないかっていうね、こうお話もされてね、まあ後にね、ジャイアンツキラーとしてね、中日のエースとしてね、活躍されるわけですからね。こちらね、南海ホークスの指名選手ですが、4位、藤原充選手ね、同じね、近畿大学、大学生のね、内野手をね、指名してるわけですが、まあね、後にね、主力としてね、活躍されてるじゃないですか。そして3位の松井正則捕手といえばですね、後に野村克也監督のね、参謀役、コースとしてね、活躍した方でございますね。富田選手、1年目はですね、75試合で2割4分6厘、6本塁打の、ね、成績に終わるわけなんですが、ね、ちょっとね、2年目は、ね、ブレイクするわけなんですよ。130試合ね、全試合に出場、打率2割8分7厘、23本塁打とね、まさにね、サードのレギュラー、主力としてのね、成績を残すわけなんですね。3年目、少しね、成績を落とされるわけですが、109試合で2割7分3厘、13本塁打。そしてですね、4年目はですね、まあ、故障などもありましたね。85試合の出場で2割4分7厘、5本塁打のね、成績に終わるわけなんですが、ね、ドラフト1位でね、4年間まずまずの成績で、ね、まだまだ期待の若手といった選手だったはずなんですが、この富田選手ね、目をつけておりました巨人川上監督がですね、72年のオフに、まあね、長嶋茂雄選手がね、まあ、衰えというのもあるんでね、その後釜ということでね、富田選手の獲得をね、熱望いたしまして、松原明夫投手プラス山内慎一投手とのね、2対1のね、交換トレードでね、富田選手巨人へ移籍することになるわけなんですがね、このトレードね、まあ、富田選手ってそれなりに実績はあるわけじゃないですか。それに対しましてね、松原選手も山内選手もね、その年はね、0勝というピッチャーですからね、これはね、巨人が儲けたっていう感じのね、トレードだったわけなんですが、松原投手ね、まあ、後にね、こうやって広島で活躍された時代は副姿勢に、ね、なっているわけなんですが、巨人0勝がね、なんとその年は7勝。そしてね、もう一方こちら山内慎一投手はですね、まあ、前年0勝からね、なんと20勝とね、まあ、野村監督もね、やってくれるだろうとは思ってたでしょうけれどもね、まさか20勝までとはね、ちょっとね、思ってなかったんじゃないかなと思うわけなんですよね。そして移籍組にね、加えまして、ドラフト同期入団、藤原充選手はね、この年5年目にしてね、レギュラー定着、128試合で2割6分3厘、10本塁打とね、活躍してね、なんとね、南海ホークスはね、優勝するわけですからね。富田選手のね、トレードの背景にはね、もしかするとですね、まあね、この藤原選手のね、成長というのをね、ちょっと見込んでたっていうのもね、あるんじゃないですかね。そしてね、巨人移籍の富田選手なんですがね、この年は44試合で1割8分8厘、4本塁打のね、成績に終わってしまうわけなんですが、こちら、長嶋さんがですね、骨折をね、してしまってね、代役ということでね、出番が回ってきました。こちらのね、阪神戦、江夏豊投手とのね、対戦になるわけなんですよね。この角度だと、江夏投手がですね、サインを除くね、あのシーンっていうのがね、よくね、はっきり見えますよね。これです、これ。これね、結構ね、私ね、個人的にはね、好きなんですけれどもね。
キャッチャーは大学同期の田淵、そしてフルカウントから打った富田選手の当たりはレフトスタンドへのねホームランに、ね、なるわけでございます。こちら川上監督もね、まあね、表情には出せていらっしゃいませんがね、ここは嬉しいんじゃないですかね。お結構スピード速いですね、富田選手。前のランナーに追いつきそうじゃないですか。6年目ね、74年は、まあ、この年で、ね、長嶋さん引退されるわけですが、富田選手は122試合で2割6分5厘、日本塁打の、ね、成績を残され、そしてね、長嶋監督になりました75年は、まあね、ジョンソン選手が、ね、加入したじゃないですか。まあ、しかしね、ジョンソン選手が、ね、あまり活躍しない、まあ、故障などもあってね、まあ、富田選手にも、ね、出番があったわけなんですがね、103試合でね、1割8分9厘、4本塁打とね、まあ、ね、チャンスをね、掴み切ることが、ね、できなかったわけでございます。巨人再開に終わりました75年オフ、こちら張本勲選手の、ね、獲得のためにジャイアンツ V9 時代に、ね、活躍いたしました高橋克実投手と、ね、富田勝選手の、ね、2対1の交換トレードで富田選手日本ハムへ、ね、移籍するわけでございます。移籍1年目は、ね、もうプロ8年目30歳になる年なんですが、ね、5年ぶりの規定打席到達104試合で2割8分4厘10本塁打の活躍、そしてです、ね、プロ9年目のね77年には113試合でねキャリアハイとなります初の打率3割3割7厘をマーク、ホームランもね9本と活躍されるわけなんですね。そしてプロ10年目の78年にねこちら古谷秀夫選手がですね、まあ、富田選手が怪我してる時にね、まあ、サードにねこう起用されるわけで、まあ、大沢監督の若手起用との、ね、考えもありますね。富田選手ねセカンドエリアもあるわけなんですがこの年もね108試合で3割7厘9本塁打の、ね、活躍をされるわけでございます。そしてプロ11年目の、ね、79年には、ね、今度は、ね、レフトに、ね、回りまして128試合で2割8分12本塁打の活躍、本当ねこの当時はですね日本ハムのトップバッターという感じで、ね、活躍されてましたね。で12年目の、ね、80年、まあね、冒頭の映像になるわけなんですがこの年はですね6月26日の阪急戦で関口投手から105本塁打1000本安打も、ね、達成されております。13年目となります81年からですね、まあ、井上選手と交換トレードでね中日ドラゴンズへ移籍するわけでこの年はサードやねセカンドでね53試合先発出場もありまして92試合で2割3分8厘3本塁打のね成績を残されるわけなんですがこの年はですね8月26日のジャイアンツ戦といってねピンとくる方はねいらっしゃるかもしれませんがそうこちら宇野選手のねヘディング事件のあったこの日ですね富田選手ねあとはじめ投手からホームランを打ちましてねこちらがですねなんと全12球団からねホームランをね打ったこれ史上ね2人目のね選手になったわけでございます。14年目のね82年はね一軍出場なく引退されたわけで通算成績は1303試合1087安打107本塁打126盗塁打率2割7分の、ね、成績を残されております。ドラフト1位で入団2年目には、ね、活躍も、ね、その後ちょっと伸び悩みながら、ね、なんと30歳にして日本ハム移籍に合わせて、ね、レギュラーを掴んで、ね、開花しましたね富田勝選手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では